はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、焼酎、コールのね、4リッターのやつを買ってまいりました。購入先は、このビッグ A っていう、ね、あのスーパー。なんですが、そちらで、アルコール度数25度の、えらいこっちゃっていう、ね、名前の4リッターのやつを、もうそろそろね、焼酎がなくなってきたんで、買ってみました。こちら原材料が、サトウキビとサトウキビ糖蜜。製造者が八重垣酒造株式会社となっておりまして、兵庫県の会社ですね。うん。兵庫県の会社の八重垣酒造。株式会社となっております。それではね、早速ストレートで、飲んでいきたいと思います。美味しいか。美味しいか。まあ、この八重垣酒造の焼酎は初めてですね。焼酎コールは初めて。では、乾杯。ん？あら。これは辛くない。てか非常に飲みやすいですね。焼酎の宝に比べるとかなり飲みやすいですね。口当たりはちょっとあれだけど。口当たりちょっとあれだけど、ピリピリとした感じは一切、ほぼないです。うん。喉の奥の方に入ってきた時に、こう、ピリッとくるぐらい、ちょこっとくるぐらいですね。それ以外は、普通に、口当たりもよく。うん。これはクオリティ高いな。これはクオリティ高いですね。ちょっと八重垣酒造。ググってみましょう。八重垣酒造。これクオリティ高いな。まあ、さすがに、ちょっと、喉の、あたりが、まあ、若干辛いっていうのはあるんで、うん。それと、なんていうかな、味的に、うん。金宮とかに比べると、ちょっと味が、口当たりっていうか、金宮とかの口当たりに比べると、まあ若干荒いという感じではありますね。うん。で、どちらかというと甘いっていうより、甘い、うん、甘いっていう感じ、甘いっていう感じじゃないんだよ。で、辛くもないんだけど、甘さっていうのが、そんなに、感じない焼酎ですね。うん。金宮とかだと、もう、含んだ、口に入れて、るときにもう、結構甘かったりするんですけど、これはそういうのがあまりない。うん。っていう感じでしょうか。八重垣酒造は、こちらは、
主に日本酒っぽいですね。主に日本酒を作ってる会社っぽいです。日本酒、焼酎はですね、純粋焼酎、八重垣かぶと。聞いたこともないです。ね。全く聞いたこともないっていう。何の焼酎かも書いてないっていう。純粋焼酎って何これ?純粋焼酎って書いてるけど。原材料も特に書いてないって。これ、香類焼酎なのか何なのかもよくわかんない。書いてないですね。あ、米焼酎って書いてある。米焼酎かよ。まあ、いわゆる、あれですか。そこら辺で売ってる感じでいくと、あの、白っていうあの焼酎、米焼酎売ってますよね。ああいう感じでしょうかね。でも、面白いな。これ、辛くもないんだけど、甘くもないんだよね。うん。あの、味としてさ。本当にあの、無味っていう感じ。辛くもないし、宝焼酎みたいに辛くもないし、それでいて、金宮みたいに甘くもない。なんか、無機質な。味がするね。そうですね。特に書いてない。あと、梅酒とか。で、当然のこと、こちらに関しても一切書いておりません。えらいこっちゃ。えらいこっちゃに関しても一切書いておりません。このオンラインストアにはね、一切載ってないっていう、ね。まあ、主に、まあ、こちらの会社は、日本酒を扱っているといった感じですね。うん、で、まあ、焼酎も一応いくつかあって、米焼酎、麦焼酎、芋焼酎と揃っていて、あと梅酒が一本という感じですね。八重垣酒造と。でも創業はかなり長いみたいです。創業1666年って書いてある。むちゃくちゃ長いですね。日本酒、兵庫県でしょ?兵庫県ってそもそもどこだかよくわかってないんだけど、位置的にどこら辺だっけ?兵庫県って。ああ。あ、大阪のちょい西ね。はいはいはい。大阪の西側兵庫県か。まあでも、特に悪くはないですね。この4リッターの。まあしかも、そう、値段言ってなかった。ごめん。こちら4リッターで、値段が1590円。で、プラス税だったんで、1700円ぐらい。税込み1700円ぐらい。超安い。底辺レベルの、あの、安さだったんですけど、うん。普通に美味しい。うん。まあでもちょっと癖がなさすぎるっていうか、まあ、うん。
宝焼酎に比べると癖がないんで、これは割って飲むと大して味しねえんじゃねえかな。そういう意味であり、宝酒造の宝焼酎はなかなかあれですよね。やっぱり、そこそこ癖が強いっていう。まあこれはこれで飲みやすいんですけど。ただ普通、まあね、焼酎コールって普通ストレートで、まあ、あんま飲まないですからね。まあ、少なくとも俺はほとんど飲みませんけど。まあ大体ね、ホッピーとかさ、ね、いろいろ割って飲むのが、普通なんですけど。まあそういう意味だと、やはり宝焼酎には、まあ、かなわないけど、まあ安いんで、いいっちゃいいんですけど。最低限の、価格で、この味だっていうことは、まあ、この味っていうと結構やっぱり、いい、あれだと思います。会社だと思います。八重垣酒造。まあやっぱね、ああ、でもあれなのか。宝焼酎はそもそも原材料に米とか使ってるからね。サトウキビ糖蜜とかだけじゃなくて、米と、あれ、なんか使ってるよ。米と、なんか あったよね。原材料がそもそも違うんですよね。宝焼酎はそもそも、違ったはず。宝焼酎はね、そもそもね、あれが違うんですよ。原材料。あ、原材料書いてね。原材料が書いてないんだけど、まあ、まあ、簡単に言うと確か違うはず。なんで、結構癖があるんですよ。原材料。原材料。なんか書いてなかったっけな。書いてねえか。書いてないっすね。まあ、いいでしょう。まあ、原材料が結構様々あるんで、まあ、大五郎とかに比べるとね、明らかにね、これはもう、うまいの一言ですよ。大五郎は本当に焼酎氷の中でも、ものすごくまずいというよりは癖がありすぎるっていうのかな。大五郎は癖がありすぎるっていうのかな。大五郎が10とすると、だいたい宝焼酎が5ぐらいなんですよ。癖としてね。で、こちらの偉いこっちゃは、まあ、2ぐらい。癖としては2ぐらい。宝焼酎を5とすると、まあ、2ぐらいですね。まあ、大五郎は、買う人はまあ、買うんでしょうけど、まあ、一応売られてるからね、そこそこやっぱ人気はあるんじゃないかな、とは思うんですけどね。
あれ、大五郎はね、一応結構、ポピュラーな、ね、どこでも売ってるというイメージはあるんで。まあ、金宮なんかに比べるとどこでも売ってるよね。まあ、あと、宝の焼酎もどこでも売ってるけど。宝の焼酎売ってないとこってないよね。ほとんどないわ。大五郎以上にね、ポピュラーですね。あれがね。はい、ということでございます。こちらは、まあ、癖がなくて非常に飲みやすい。まあ、ストレートで飲んでも、そのまま飲んでもうまいっていう。これは、偉大ですね。ただ、甘みがない。他の焼酎に比べると、甘みがない。っていうのが特徴でしょうかね。うん。まあ、香りも当然ないんだけど。まあ、これはおすすめは全然いける。そして値段がたったの1590円。これはおすすめをせざるを得ない。安い。これ4リッターで安い。中で、これはかなりコスパ的にはかなり高いんじゃないですかね。ちょっと5つ星にしようかなって。ちょっと悩むけど、まあ、でも4つ星ぐらいでいいでしょ、これは。1、1、2、4です。ご視聴ありがとうございました。